ばんは、竹下敦史です、今日はね、ちょっと自慢させてください、前回ね、ご紹介したイタリア製のマスクの赤バージョン これね、今日お茶の水に来まして、神田ブーツ研究所へ行ってまいりました。なんとですね、赤日本に1個しかありません。日本に1個しか入ってこなかったのを私が購入しました。これでしょちょっとね、最近ね、結構派手めの帽子かぶってたんですけど、ちょっとそろそろ春なんでイメチェンです。これね、前回はね2000いくらだったと思うんですけど、今回は、1200円だったかな。安かったです。でもやっぱね、1200円でこの性能っていうのはすごくいいなと思いました。やっぱ日本で1個、自分しか持ってないと嬉しいな。ということで、ちょっと、春に向けてイメチェンしていきたいと思います。それでは竹下敦史でした。